加勢しろ。また一つの儀式を止め、また一つの扉を閉じた。だがクロードの役目はまだ済んでいない。頼りになるな。
最後の儀式を止め、クロードはふうっと安堵の息をついた。しかし神はささやく、さらに強大な敵が残っていると。般若、イオの下地のもと、神をも恐れぬ闇の儀式が行われていたのだ。神々が正しいなどとは思ってはならぬ。我が闇に囚われていた時、神への祈りは聞き届けられず、やがて小さき命が消えた。我は得るべきものを得ているだけ。邪魔立てするでないぞ。イオの儀式の周りを多くの蛮兵が囲っていた。クロードはあやつらすべて倒さねばならぬ。
古兵を倒すも、イオの儀式は終わりに差し掛かっている。般若は勝利を信じて疑わなかった。般若は九郎と許すまじとたけり狂い、鬼と万平を呼び出した。果たして鬼は全て倒され、儀式は潰され、般若の企ては実を結ばずに終わった。クロードの勝利だ。神々は解き放たれ、常の暮らしが取り戻された。こともなし、ひとまずは